はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もねスプラトゥーン2やっていくんですけども、ガチマッチガチヤグラーですね。もうだいぶ全体的に、ホコだけ得体でそれ以外だいぶ下がっちゃってるんですけども、前回同様今回もね、何でしたっけ、なんとかホッパーブラックだね使って、クワトホッパー使ってやっていきたいと思います。ちょっとね足だけ、足以外が、ちょっとね適当にというか、今ちょっと装備を作ってて、それの、クリーニング用というかね、ちょっとギアパワーを集めてるんで、それのクリーニング用で適当に組んでるんですけども、足だけちょっとステージャンとか積んでね、インクは今外してやってますということで、本日も頑張ってやっていきましょう。さあということで、スプラトゥーン始めて1ヶ月過ぎたくらいになるんですけどもね、本日も頑張って楽しくねやっていきましょう、気楽に。このさ、この頭のギア面白いよねマジ。あのチャリー乗ってるさ、あのヘルメットみたいじゃない。さてクワッドホッパー頑張っていきましょう。ちょっとねずっとメインインク積んでたんですけども、最終的に作ろうとしてるのが、メインインク効率とかつけないので、よっしゃ2枚カット、3枚目いけるか、うい3枚やった、オッケー。つけないのでちょっとねインクなし慣れておこうかなっていうことで、インクなしでねやっております。さてちょっとヤグラを他の人に任して前を押しましょうか。少しでも乗ってくれるかな。やべ、まあ一応味方にチャージャーいるんで乗ってくれると思うんですけど、チャージャーとあとなんだシューターがいるんでね、ブラスターもいるんか、乗ってくれるとは思うんですが、まあよっぽど誰も乗らないようだったら俺乗るしかないんですけど、いやー負けちゃった、もったいね今の。さてちょっとねまだ試合は全然わからないので、気を引き締めて頑張っていきましょう。さて一応ねゾンビ用のギアをね今組んでおります、クワッドホッパーの。直射でやれるかな。ナイスナイス。さあどうしようか、ちょっとこの辺チラ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 様子見ながら、ちょっとこれ一回下がりましょう。来てるね、ローラーか。いやマジ相打ち、今 A 待ってたと思ったんだけどな、当たんなかったね。いやちょっとね序盤きっちり3枚落とした割に、そっからうんともすんとも言ってない状態ではありますが、ちょっと今着地入ってから死にゃよかったな、もったいないね。さてここできっちり、これシューターでしょ、 OKOK シューター倒して、で着地もたまったか。さて結構押し込めてますね、まあほぼほぼ勝てるんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっと待って誰も乗ってない、マジか。ちょっとまずいな、一回下がります。危ない危ない、ここでね無駄に死んじゃうと、うーわーやっちゃった、今倒せると思って強気に前出たら逆にやられたパターン。さて適当にこの人あたりに飛べば多分死ぬことはないかな。 OK 着地が全く欠かしてもらえないな。ちょっと一回ヤグラ乗りつつ、多分ブラスター OK、 ブラスターやった。あちょっと待って、味方はいるね、オッケー、1枚やった。ブラスターに負けるわけには、よし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 、フラッシュブラスターには対面負けたくないんでね頑張って練習してるんですけども、なかなかね上達しないよね。着地吐いて逃げる、オッケーさあさあさあ張り切って逃げていきましょう。やべ危ねー、逃げ足も早いよ早いよ。
これはきっちり倒して OK。 ちょっと倒すの遅くなっちゃった、ごめんよ。敵のチャージャーが乗ってる、やべ、エイマー合わない、まずい、危ねえ、泥試合乗りまーす、まずい、これ死ぬ、あーはー、こうなるとブラスターに勝てなくなっちゃうんだよな俺。さあ、まあでも試合はほぼほぼ押し込んでるので、まあ勝ったかな。いや、クワッドホッパーね、今本当にハマってるんだよねこの武器。やべ、もったいねー。まあ結構ね、前線押し込むような武器種は個人的に使ってて、あ、これまずいな、楽しいなーっていうのがあるので、うわー死んだ、もったいない、まあ、ということでね、まあ1戦目はもうそろそろ終わるんですが、まあもう1戦ね取っていきましょう。次の動画はクワッドホッパーホワイトでも使いましょうか。ということで、もう1戦クワッドホッパーブラック使って頑張っていきたいと思います。いや結構わりかし安定して勝てましたね。さあ結果はどんな感じかな。うん、あんまり活躍できてないですねということで、もう1試合頑張っていきましょう。さあということでガチアグラー頑張っていきましょう。こっちのステージか。さてどう前出ていくかな。ここちょっとね、あんまやりやすくないなーなんて思ってるんですけど、とりあえず人数有利作りたいですね。さて何かを、まずい、何かをきっかけにグワッ、ちょめっちゃ飛んでくんだけど、グワッと前に出ていきたいです。うわー、マジかー。逆にこう中途半端なところにいるよりは前に出ちゃった方がこの武器はやりやすいような気がするので、よし OK。 いやちょっと今ヒヤッとしましたね。一気に詰めていきましょう。 OK2 枚やった。ん、うわ、またクラッシュブラスターか、もうあれほんとやだ、マジで勘弁してほしい。オッケー、スペシャル吐かせなかったから上出来でしょう。さてこの辺ちょっと塗りつつプレッシャーをかけていきたいですね今上に引っかかった面白い着地でしたね。やべ死ぬ、うわーダメだ、こっちにインク塗っとけばな。自分の退路の確保はできてませんでしたね。さて OK1 枚やった。上にいるな、まだ、待って待って、ここではまだ死ねない。よしこっちから前出ちゃいましょう。ドン OK2 枚やった。今のはいいタイミングだ。やべ、まずい、ちょっと一旦逃げまーす。よいしょ、ちょっと裏いけるかな。マジ俺もう頭がね、頭が硬くてね、どう攻めるとかね全然思い浮かばないんだよね。オッケー1枚やった。よし、こっちからこれでこの辺をちょっと塗り固めて、まあインクもねあるに越したことはないんですけど、インク盛るのも、まあ、なくてもまあ一応ねなんとかなるかなっていうような。 OK 危ねえ感じですね。 OK もう一枚やった。さて、俺もこの辺前出ていきたいけど、 OK やった、 OK2 枚やった、よし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 、いいステップ入った。
ほら、これで突破、いいね。どこ行った？そっちか。着地、オッケー。さあ、これで俺も乗る、俺も乗る。よし、ナイス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 、味方。よし、オッケー、やりました。乗られてる？いや、乗られてないか。いや、まあでも結構、ちょっとノックアウトは厳しいですね。結構詰め込めてるんで、ちょっとこれは一旦引いてもいいかな。上に逃げようか。よいしょ、着地、ドン、オッケー。さて、まあ櫓もね、かなり腕前は落ちてしまったんですけども、ちょっとね、このクワッドホッパーを使うようになってからまた結構安定し始めたので、まあちょっと近々 A まで持っていけるんじゃないかなとは、うわー、思ってるんですけども、いやー、まあでも結構前線できてますね。うん、こんだけ戦えれば満足満足ということでね、本日も2戦やっていきました。2戦目の結果はどうだろうね。ドン、いいね。結構圧倒的に勝ちましたね。まあちょっとあと1本のところでね、ノックアウトまでは持ってきませんでしたが、まあ、17キル、うん、そこそこ頑張ったんじゃないでしょうかということで、本日もここまで、このね、ちょっとなんだろう、弱っちい成長過程のね動画をご視聴ありがとうございますということで、いつもね生放送はオープンレックで行っておりますので、もしね、ご興味あれば、概要欄に URL が貼ってありますので、そこからね、フォローしていただいて遊びに来てみてください。この YouTube チャンネルも、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。